サムライディーパー卿。サムライディーパー卿。サムライディーパー卿は、神城名宝による日本の怪奇時代劇漫画作品。1999年より2006年まで、週刊少年マガジン、講談社で連載。話数カウントは、その、丸の中には、関数字が入る。単行本は、全38巻が発売され、2012年から2013年にかけて、 文庫版全18巻が発売された。単行本の累計発行部数は1000万部を超えている。戦国時代の末期、江戸時代初期の日本を舞台としているが、史実上の人物がかなり脚色されて登場する上に、現代風にアレンジされた世界設定が特徴であり、当時は存在していなかった単語や物資、拳銃やプリクラや扇風機も登場する。 舞台は、関ヶ原の戦いから4年後の日本。千人斬りの鬼と呼ばれた鬼岩の凶が様々な目的を持った仲間たちと共に旅をし、日本の歴史を陰から操ってきた三部一族と戦いを繰り広げていく。声優は突起のない限りアニメドラマ CD で共通している。鬼岩の凶に従い、共に通ータの視線を超えてきた4部神、アキラ、ボンテンマル、ホタル、 明りの四人のこと。豊臣軍、徳川軍に匹敵する武力を持ち、四年前まで鬼眼の京と共に戦場を駆け抜けいくつもの国人に変えてきた死神のごとき、最強最悪の侍集団である。ちなみに、四人禁制。真田十勇士は、雪村に仕える十人の侍。一人数人が千人の侍に匹敵するほどの力を持つ。猿飛佐助。 霧隠れ斎造、穴山小助、根津神八、百合鎌之助、も月六郎、三好清美入道、三好三入道、加計十蔵、雲野六郎の十人。十二神将とは、第六天魔王、織田信長に仕え、その手足となる最強の侍マスター。太陽を回る星のごとく織田信長を守護する十二人の生ける武神。その強さと神聖さゆえに、 天界十二神とも言われ、人種遥かに超えた力は単身で一国を滅ぼすと言われる。信長の方針で、現地位にいる者を倒せばその地位に着くことができるなど、完全な実力主義を追っている。十二人の内首ら、メキラ、インダラ、ハイラは強戦士、バーサーカーと呼ばれ、その強暴さと、強大すぎる力のため封印されており、受海で強一行と交戦した時には、 かりそめの心象が置かれてた。身臭祭林計画の過程で誕生した怪物たち。古の怪物の力を秘め並外れた戦闘力を持つが常に食人衝動に飢えている凶暴さから封印されていた。古代より日本を影から操り歴史を操作してきた神の一族とも言われる究極の種族。頂点に紅の王、その下に供養、王の四郎、 ご養精、一般の眷族、作られし、のが続く。また、樹海の住人は作られし、もの出来底ないである。現在の三部一族は、真の三部一族によって作られた殺し合い用の戦闘人形の末裔であり、そのため作られた命と同じように死ぬ時体が粉のようになって崩れていく。村政の妹、姫時が死の病に倒れたことをきっかけに、 死の病克服のために王の四郎の手で、三部祭人計画が実行され、サスケたち希少子を作り出した。三部一族の頂点に立つ人物、真の三部一族の血肉によって作られた四人の侍。番号が若い方が、真の三部一族の血肉が多い。三部の政治を任されている三部の貴族の中から、選び出されたの四人の侍たち。 四人全員が果てしなく強く、それぞれの下に、この絵大使がいる。現在は、ふぶき、ひしぎ、ゆうわん、自陣の四人からなる。三部城下町の入り口、五葉門を固める侍たち。その実力は、全員が京に匹敵するほど、火の渓谷、水の達霊、木のと子、とし土の沈め明、そして蝶で金の大白からなる。 王の四郎雄安の家族。十二人の大家族で、雄安は次男である。よく言えばオーラか、悪く言えば適当な一家で、雄安に拾われたホタルが居候をしていた家でもある。京たちに協力する。当代、暮れの王が仙台、暮れの王を倒すために編み出した剣術の流派。作中での使用者は京、三武慶志郎、村政、仙台暮れの王と、 号を生み出した本人である、身分一計三郎の五人のみ、計三郎が言うには、完全に、審議体が揃わないと完全に威力は発揮されないと言う。2002年7月から12月、テレビ、東京系列、テレビ瀬戸内を除くにて放送、全26話、原作コミックスの17巻までをベースとした、オリジナルストーリーで展開され、設定、展開。 結末、キャラクターの背景などが原作と大幅に異なる。舞台設定を明確に史実と異なる。パラレルワールドとした一方で、時代交渉を重視し、原作よりも史実に基づいた設定が多い。アニメ独自の背景として、関ヶ原の戦い同期に巨大隕石が落下した影響で、剣あやかしという化け物が跋扈する世界になっている。十二神章をはじめ、 ほとんどの敵は戦いの途中で剣あや可視化する。原作で随所に見られたギャグ要素はほぼ存在しない。また、原作のように鮮血が飛び散ったり、体がバラバラになって死亡する描写や、お色気シーンは大幅にカットされている。上記のほか、原作と異なる要素が多数存在する。サブタイトルは必ずカタカナ語を使っているという特徴を持つ。テレビアニメ。 サムライディーパー今日のキャラクターソングアルバム2002年12月25日スター・チャイルドから発売された主要キャラクターの持ち歌を収録している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。